テラ、美しい故郷、青い星。人は環境破壊により住めなくなった地球を離れ、新天地を求め宇宙へと旅立った。再び地球へ帰る、その日まで。おはよう、パパ、ママ。行ってきます。うん、気をつけて行ってこい。学校で聞いてると思うけど、目覚めの日はどこに行くのもあなたの自由よ。気がついたら成人検査は終わっているわ。ようこそ、ジョビーマーキス神。これよりあなたの成人検査を始めます。ファーストフェーズ、記憶の消去。記憶の消去。ママ。ミュウ、それは特殊な能力を持つ者たち。コンピュータに管理された SD 体制の下で、ミュウ因子を持つ者は徹底的に排除されていた。記憶を手放すな。君は…ブルー、ソルジャーブルー。ジョミーを時代のソルジャーとし、彼の生命力を指標としてテラへ向かい。ソルジャーブルーの意志を受け継ぎ、ミュウへと覚醒したジョミー。人類に追われ疲弊したミュウたちがたどり着いた安息の地、ナスカ。そこで育まれる命。おめでとう、カリナ。元気な男の子だ。ナスカに現れたのは、ミュウを殲滅せんとする人類統合軍の若きエリート、キース・アニアン。重要なのはためらわずミュウを殺せるかどうかだ。やっぱりあなたはマザー・イライザの申し子だ。機械仕掛けの冷たい操り人形なんだ。やりたければいつでもいいぞ。お前ごときに殺されるなら、私はそこまでの人間だったということだ。この二人の出会いが過酷な運命へと導いていく。惑星破壊システム、メギドの使用を求め発射。何この機体。ナスカが燃える。そうはさせない。僕らは寺に行くしかない。僕があなたを死なせない。マスカ！悲しんでくれた。それしかこの戦いを終わらせる方法はないんだ。ジョミー、君ならできる。人類とはこれほどまでに愚かな生き物なのか。これは人の未来をかけた。だが行こう、テラへ。過去は変えられなくても未来は築けるはずだ。戦いの物語。なぜそこまで機械のプログラムに従う。お前は人間だろ。ミュウは秩序を乱す。消えなさい。マザーにめでられし者か。昨日まではな。僕らは理解し合える。生まれて初めて自分のやりたいようにやったまでだ。僕らが敵対すべきは人類ではない。力を合わせましょう。テラのシステムそのものが敵なんだ。すべてのミュウ、僕に力を。地の底へ、テラへ向けて。テラへ。ブルーレイディスクボックス、3月29日発売。